台風、地震、大雨、雪崩などの自然災害。いつどこで起きるのか、どれくらいの被害規模なのかといった情報は完璧な予測はできません。しかし災害によって甚大な被害を受けた地域も復旧作業によって生活ができるようになっています。被害を受けた地域ではどのように復旧が行われているのでしょうか。鳥取市南部にある佐治町、鳥取市の南の玄関口となっています。豊かな自然に囲まれた佐治町では20世紀梨の栽培を主要産業とし、佐治地域ブランドとして全国に発信しています。佐治町は令和5年8月15日に発生した台風7号による豪雨で甚大な被害を受けました。橋や河川護岸が道路もろとも崩落し、国道482号は一時通行が困難な状態となりました。こちらは県職員の岡島さん、実際に被害を目の当たりにしました。もうなんかでも一言だともう辛い感じですよね。見てパッと見た時に川じゃないところ水が流れてますし、道路は崩れてますし、まあ木も電柱も倒れてますし、で、まあ、知り合いも佐治におったりするんで、なんか辛かったですね、見るのも。まあ誰かが張り付いて現場を動かさないけんなと思ってやり始めたのがその最初ですね。このような被害を受け、鳥取県は災害復旧へと動き出しました。災害復旧はこのような流れで行われます。災害発生、応急対応、災害調査、測量設計、災害査定、着工。それではそれぞれの作業を詳しく見ていきましょう。まずは重大な被害が発生している地域の応急対応を行います。災害発生時には重大な被害を迅速に解消し、住民の生活の安全を確保することが大切になります。応急対応を行った後は、災害の規模や被害状況を明確にするために災害調査が必要になります。実際に鳥取県の職員が現地に向かい、災害の被害状況を写真に収め、崩落した道の範囲や浸水した深さなどを確認する作業が行われます。次に実際に行う工事の内容を決めていきます。ここでは実際に現地調査をした県職員を主導に、コンサルタントによる綿密な測量・設計を行い、工事の計画を立てていきます。災害復旧に要する経費は、被災した自治体にとって臨時で多額な支出となります。それを支援するため、公共土木施設災害復旧事業があります。この事業によって自治体は復旧に要する経費のおよそ3分の2について国の補助を受けることができます。補助を受けるためには、被災した原因を解消できる復旧の方法について、復旧工事のやり方、経費の算定が適切かどうか、国土交通省の査定官、財務省の立会官による現地調査を受ける必要があります。これを災害査定と言います。鳥取県の職員が被害の状況や復旧の手順など設計された図面や被災直後の写真と見比べながら、査定官と立会官に説明を行っていきます。瀬古市鳥取市佐治町森坪1号地内、工事名道路災害復旧工事。設計内容や経費の算定が適正かどうか、入念な被災状況の確認、復旧工法等の査定が行われます。これを実地査定と言います。実地査定の結果に基づいて、申請者である県は設計内容や経費の再確認を行います。
そして査定官や立会官による設計内容や経費の確認が行われ、問題がなければ赤い筆で査定の種類、復旧に要する経費が記入されます。これを朱入れと言い、朱入れをもって復旧事業費が正式に認められたことになります。朱入れが終わると施工業者に発注して実際に工事が行われます。県職員は監査員として工事の進行管理や施工業者への指示を行います。佐治町では現在復旧工事が行われています。こちらでは国道の護岸を復旧しています。今回災害で、被災したところについては、今後同じようなことがあっても基本的には被災しない、粘り強い構造物になるように、前よりも強くなったと言ってもらえるようないい構造物にしていきたいなと思ってますし、そういう工法で設計もしておりますので、現場もそういう思いで頑張っていきたいと思っています。災害の被害を最小限に抑えることはとても大切です。そして被害が起きてしまった場合の迅速な復旧対応もとても重要です。復旧作業には一日でも早く人々が生活を送れるようになるよう、たくさんの人が関わっています。鳥取県職員は縁の下の力持ちとして地域の安全を支えています。